アレクサンダーは、リッペ公国の君主。精神障害により、治性中を通して摂政が代わりに統治した。アレクサンダーは、リッペ公、レオポルト二世とエミリエフォン、シュバルツ・ゾンダースハウゼンの7、男として、デトモルトで生まれた。一時期、ハノーファー王国陸軍に大意として入隊していた。1895年3月20日、ニー・ボルデマールの死去に伴いリッペ広国を、 継承したが、精神障害により1870年に、近地三者と認定されており、また1893年には、殺傷が必要となった。アレクサンダーは、リッペ家のリッペデトモルト文家最後の男子であり、継承順位上では、リッペビースターフェルト家、リッペバイセンフェルト家、シャウムブルクリッペ家の順番であった。ボルデマールが1890年に秘密裏に発し、 死後に公開された直例に基づき、ドイツ皇帝ビルヘルム2世紀の議定アドルフ2、シャウムブルクリッペは、アレクサンダーの即位とともに、殺傷職を請求した。エルンストツア・リッペ・ビースターフェルトも同時に、殺傷職の請求を申し立てたが、4月24日には、リッペ国会が、紛争終結までアドルフを殺傷として認めると、決定した。1897年。 ザクセン王アルベルトを団長とする調査団がエルンストの主張を認めたため、アドルフは摂政を辞任、以降はエルンストが1904年に死去するまで摂政を務めた。その後、エルンストの息子レオポルトが摂政に就任した。統治権を行使することはできなかったものの、アレクサンダーはバイロイト近くのザンクト・ギルゲンベルクの保養地に住み、音楽界や感激にたびたび出かけた。 他にもチェス遊び、新聞の写真に基づく絵画を描いたり、音楽鑑賞をしたりして、日々を過ごした。また、君主であることは自覚しており、エチケットが守られることを堅持した。アレクサンダーは、ザンクト・ギルゲンベルクで死去した。これにより、リッペでルト家が断絶、レオポルト・フォン・リッペ・ビースター・フェルトがレオポルト四世として、リッペ公に即位した。ありがとうございます。